構ね、でかい。おこれちょっと危ない、危険かも、はい、おめちゃくちゃ綺麗。あこれすごい。はい、どうもこんにちは、みおりです。いつもお世話になっております。そして今回のカメラマンがシグケンくんです。いや、グチケンですよ。あ、グチケンか、惜しいな、ずれちゃったか。シとグが逆だった。早えな、やっちゃったな。振り返り何前にいたはずの敵が後ろにいた時のやつじゃん。いやだな。あでも初めて正解した苗字。おい、え、見逃せないよさすがに。うん、もうなんか漢字は全部覚えてるんだ。なんかこれが逆だったから、うん、具志堅の具だから具材の具、うん、で志、うん、でシャチ。あーなんでシャチってよ、白と黒の魚それ。魚だっけ、哺乳類な気するんだけど。前も言った気するけど。シャチじゃねえよ。あ違うの、シャチ一文字にするわ。それが名字でいいんだよ。マジ魚に虎でシャチ。ああ、そう、めっちゃかっこいいよな。シャチ大好き。いや、おい、勝手に三森食うなよ。おい、僕の剣の感じは、うん、お菓子の片揚げポテトの肩。具志堅の剣ってお菓子の片揚げポテトの肩なの。知ってるだろ、だから言ってたわ。そういや、いや、言ってるよ。殺虫刀にぶつかる前の小林が言ってたわ。具志堅の剣って片揚げポテトの肩だよ。うわ最後の一言もっとあるだろ。うん、覚えてろだろ。いや覚えてろは違うでしょ別に。小林悪役かは分かんないから。もう完璧です。ということで具志堅、一緒に伝説作っていこう。いやこっちだよ。おいいね。人によってはやらないような作業かもしんない、うん、だけど僕んちはやっぱ飼育スペースの確保というところも込みでこの作業は基本的にやってる、動画外動画内問わずっていうところで、今回はまあ、タイミング的にバババッとたくさんその作業をする子がいるんで、うん、まあ動画でやらせてもらおうかなというところになります。何でしょう、より形のいいペレットを見つける。いや見つけれるか、例増やしてしまったわ。例増殖。いやいや、では1個で大丈夫です。いや、ペレット、あまたとある似たような形のペレットから自分の中ないから、そんな水切りの石じゃないんだよ。無数の石の中から綺麗な石見つけてそれで水切りしたりするけども、S 級のペレットとかないから別に。ないんだ、うん、じゃあもう分かんねえや。なんでだよ、なんで1個出せたんだよペレットで。いやもうちょっと持ってきたから。いや違います、今回ヘラクレスオオカブトのサナギを人工輸出に移し替えます。おギリギリ間に合った。あ、でも今日大丈夫なやつだ。不安になるな。そう、小林がね、殺虫刀と間違えてこっちに入ってくるから。覚えてろよ。いやいやいや、こっちがバチバチだな。はい、人工衛星にね、お引越しです、要は、はい、はい。まあ、ヘラクレス、ここ、基本大型のヘラクレスとかカブトムシがいろんな場所いるんですけど、うん、ここに、はい、ちょっと諦めます。はい、何もございませんでした。あったあった、すみません、一旦、はい、ステイ、うん、一旦具志堅ももしかして何かあった。一旦休憩して、うん、ああちょっとね軽く、はい、ね、はい、すいません、大事なところだから、うん、人工輸出お引越しっていうので、はい、まあ、ここが大型のカブトムシ、ヘラクレスとかコーカサスオオカブトとかゾウカブト系とか、そういう、まあ、10センチを軽々超えるような種類がメインの部屋で、うん、で、まあ、幼虫たちが、まあ、基本もその幼虫から全幼になってサナギになって成虫になるっていう段階で、クワガタの場合だと僕の場合は基本もうサナギの部屋、幼虫が自ら作った空間で、サナギになってもらって浮かしてもらうって感じで、基本的には必要ない作業なんだけど、人工輸出に移し替えるっていうのは、うん、一応人工輸出に移し替える理由として、まあ基本的に2つぐらいあって、うん、それ1つ目が、まあ、禁止便のお引越しとか土を交換するときに誤ってその幼虫が作った幼室、サナギの部屋を潰してしまった、壊してしまったとかっていうなったときに人工輸出にもう応急処置みたいな感じで入れるパターンだったり、まあ、側面にサナギの部屋が見えてて、そこからキノコが生えてたりとか、うん、水分が下に溜まりすぎててちょっとサナギに悪影響があるんじゃないかみたいな、環境が良くない時にそこよりかはっていうので人工輸出に移し替えるパターンとかがあって、うんうん、それ以外で言うと飼育スペースがもうの確保として、やっぱりどうしてもこう大きいカブトムシクワガタだと
大きい容器を使うから、その分のスペースが、その幼虫が羽化するまで、使えなくなるんですけど、人工養室ってなったらそのサナギの空間分だけで大きい幼虫を管理できるんで、その分また空いたスペースでまた別の幼虫を管理できるみたいな、とこの飼育スペースの確保っていう、まあ部分があって、それの僕の場合は飼育スペースの確保で人工養室に移すことが多いんですけど、ヘラクレスの場合は、あとそれで言うと、そのサナギの部屋が幼虫が思ったよりちっちゃい部屋を作っちゃって、角がやっぱどうしてもすごい長くなるから、はい、角が曲がっちゃうとか、そういうまあ恐れもあるから、角が曲がらないために人工養室に移す人もいるかな。まあだから人工養室に移し替えたからといって安全に羽化できるわけでもないし、天然の養室だからといって安全にっていうわけでもないから、そこに関してはもうなんだろう、言ったらまあちょっと運要素もあるんだけど、羽化できるかどうかっていうのは、はい、ただ角が曲がらないようにっていう部分だけで言ったら人工養室は結構効果的ではあるかなっていう僕なりの、まあ、印象にはなるんで、はいはい、だから基本角が曲がってほしくないから人工養室に移そうって考える人とか、まあ容器の幅的に角が曲がりそうみたいな子を移し替える場合はサナギになってからだともう遅くて、だから全容、そのサナギになる前の段階、だから幼虫とサナギの間の状態の時に人工養室に移し替えて、サナギになった時に、まあ、万全の人工養室の、移し替えてないといけないかな、角が曲がらないようにするためには、はい、で今回で言うと、まあ、せっかくどっちにしろ僕ん家の場合は飼育スペースの確保で、人工養室に移し替えるから基本的には全容で移し替えたいって感じなんだけども、どっちにしろやるから、早めに飼育スペースも開けたいし、まあ角曲がるか曲がらないか分かんない状態よりかはもう先に人工養室に移し替えて、角が曲がらないでとりあえずサナギになってくれるっていうのを祈って、っていう部分で人工養室に移し替えるのは全容が基本だけど、今回はね結構サナギになってる子が多いかもしれない、っていう部分はあるかな、だからこれで、まあ、結果的にサナギの状態がどうなのかっていうのも含め、まあ、確認していきつつ飼育スペースの確保をしていこうと思います。はい、はい、になるから、まあサナギ自体もね普段は見れないような姿だから、今でこそ YouTube とかでたくさん上がってたり僕の動画とかでも上がってるけど、まあ、飼育してないと見れない姿にはなるんで、そこの、まあ、立派なサナギが出てくるのも期待しつつ、お引越ししていきましょう。はい、はい、ということで、今回お引越しする子たち出します、こちらです。はいはい、こちらです珍しいなそのパターン。いや超真後ろあ、こっちか。そう、それやられた。なんか珍しいんだよ真後ろに出るパターンが。配置がね。そう、ごめんなさい後ろに出ちゃいました。はいはい、こちらちょっと見づらいんだけども、合計10ですね。はいはい、この 10匹全容だったりサナギになってるんで、最後この言葉だけ聞いてくれ。デッキ代上がりすぎじゃない？ウィモリさーんってなんねえわなんか戸惑うだけだよ最近。そうだろうな、ちょっと怖いよね、次の電気代から。確かにな、あ、でもそれ言ったおかげでちょっと楽になった。でも本当かよ、よかった、すいません。ちょっと何事もなかったんですけども、まあ、10匹ね、はい、で、サナギか幼虫が全容になってるって状態になるんで、ただね、今回の子たち、結構ね、でかい。おお。だからここ最近のでかい体重が乗ってる子っていうのはやっぱどうしてもそのサイズ自体も大きくなるからちょっと心配なのもあって、結構全容優先で、全容になったらもうすぐ動画外でやったりとかっていうのが多かったから、あんまり動画にできなかったんだけど、大きい子たちの人工養室の移動っていうのを、今回はぼちぼち大きい子たちになるから迫力あるサナギも出てくるんじゃないかな、もしかしたら。だからあとは無事に綺麗にサナギになってくれてたら嬉しいかなっていうところになるんで、はいはい、じゃあ早速参りましょう。はい、ということで、必要なものを出します。こちらです。必要なものというか、あれちょっとちょっとってなった方、素晴らしいクワカブのヘアファンでございますどういうこと？青く鳴らさせていただきます。あ、はい、いや逆、うわっやっちゃったかあ、でもこれでバッチリなんで、はい、早速行きましょうか。お願いします。はい、まあ一回出してからその人工養室とかもう用意してあるんで、その都度出していきましょう。うん、じゃあまずどうしよう、体重
低い順でいこうかな、せっかくなら。はい、後ろに置いときましょう。置いといて、まず、1匹目、うん、がこちらです。はい、最後が 128g、 うん、で、155.7 と 76.5 という、結構ね、でかい子が出てきてるオスからの子、うんうん、っていうところで、まあ、角がすごい長くなってくれてる子が多い印象。はいはい、はい、で、128、まあぼちぼちかな、だから150中盤ぐらいにはなってくれるかなっていうサイズ感、うんうん、で、ここにね、サナギの空間があって、うん、これ、側面にこう見えちゃってる子っていうのはちょっと危ないかな。うん、やっぱその分、本当はもしかしたらあと 1,2 センチ空間を欲しかった可能性もあるから、ちょっと怖い、うんうん、っていうのはあるけど、もうちょっとこれが広かった場合はやっぱ確実に交換した方がいいかも。角が曲がる率がより上がるから。逆にこの下の方にちょっとだけ見えるとかだけだったら、だいたいサナギの部屋をこうやって作ってくれてるから、まっすぐ、そういう場合はまあ幼虫が自分のサイズ感を見誤らなければ、基本的にはまあ問題ないかもしれないって感じかな。だからこっちとこっちからその空間が見えてるやつは一番危険。この横幅のサイズ感になっちゃうから、はいはい、ここだとどうしても絶対いけないから、うん、っていうところはありますが、うん、これはちょっとだけ見えてるって状態だね、うん、なんで多分これは全容かな。はい、でこの空間が見えない時、サナギの部屋を作った時の特徴がもうこれまさにだね。こういう風にこっちが土を、サナギの部屋ってすごい固めるために土をたくさん使うから、うんうん、土を引きずり込んで、うんうんうん、で空間を作っていくっていう、はいはい、だからこっちにサナギの部屋があるって感じで、こっちはサナギの部屋のために土を使ったから減ったって感じ、うん、だからここ側にあるって感じだね。すごいすごいよね、うん、器用だよな、はいはい、うん、でもしかしたらこれかも、ここもここかも、ここがお尻で、うん、こう作ってるかも、ここもう開いちゃってるかもね、はいはい、だから結構狭いかも、もしかしたら。だからこれちょっとここ開けてみるよ。あ、多分ここだ、ここだ、はい、見えるかな。うわー、わかる、これちょっとサムネがてらになるんだけど、ありがとう。これちょっと危ない、危険かもっていうところで、はい、ちょっとじゃあ掘り返してみようか。ここ開けます。あ、いるね、おお、いたいた、ちょっと開けるわ、いきます。はい、おー、うわ、やっぱだいぶ狭いね。よかったよかった、これは確実に狭かったね。ほら、もうのた打ち回って、ここにちょっとポッと出てきたところ、スクショお願いします。サムネの杉本くんか伊豆に言ってるけど、はい、こうやってのた打ち回ってる感じ、腹筋運動をしてるんだけどこれが全容。あ、だいぶ狭いわ。ちょっと出しましょうか。はい、はい、おお、でかいよね。うわ、これこう腹筋をしてるような感じの動きをして、うん、かつもう足と顎の機能がもうしてない、機能してない、足と顎が。そう、もうあとはだからサナギになるまでの期間みたいな感じ。これね、ちょっとドローンとしてるような感じというか、はい、クワガタはこれ以上によりドローンとしてるって感じで、で、これ幼虫取り出せたんで、この子をだから人工のサナギの部屋に移していくんですけど、うん、それがもう先に用意してあるんだけど、これという感じで、まあ、サナギ、オアシスっていう吸水スポンジとか言われるやつかな、生け花とかそういうのを刺すようなやつ、うん、100均とかにも売ってるんだけどのやつをくり抜いて作ってます。で、水分を入れてあげてるって感じですね。冷凍庫で冷やしてるんでしたっけ。そう、何回も使うから僕の場合は、はい、だから浮かしてきて一回使ったやつは一回水洗いして、ちょっと汚い部分とか形を整えて、うん、で、一回これ乾燥しちゃうともう吸水力ガクッと落ちちゃうから、はいはい、そうならないために水分をまとったまま冷凍庫に入れて解凍して使うって感じかな、うん、そしたら何回も使いやすい、今のところ僕はですけど、うん、って感じで、まあ人工衛星の作り方とかは多分説明動画の再生リストとかヘラクレスの再生リストにあるんで、よかったら飛んでみてください。はい、はい、これで、まあ、余分な水分を拭き取ってある程度
で、こいつを入れていくと、こんな感じで、うん、こんだけあれば、基本ね、長さはね、どんだけあっても問題なさそう、イメージ。ただ横は広すぎると、さなぎから羽化するときにやっぱ壁を使って多分ひっくり返ったりとか、だから言ったら人間で言う手すりみたいなものになるから、この横幅はある程度、どうだろう、さなぎになった時の 1.45 倍ぐらいぐらいの幅感ぐらいがベストな気がしてるかな。狭すぎもなく、うん、広すぎもなく、うん、そうね、だから一回り大きいぐらいかな横は、うん、でこっちは全然長くても問題ないと思うって感じですかね、はい、これでまたこっちに生態管理用のラベルを貼ってあるんで、ここにこれを剥がしてひっつけていくと。これであとはもうサナギになってもらうのを待つだけなんだけど、まあ、注意点として僕ん家の場合で言うと、やっぱりどうしてもこううねうね動き回るとこうやって徐々にこう上に上がってきちゃったりする時があるの、はい、こういう感じで、ここら辺だったらまだ問題ないけど、これがこっち側に来ちゃったりとか、あとは動きすぎて例えばこっちにこっち向いちゃったりとかした場合は、こっから角が伸びるのに壁にぶつかって伸びないみたいな風になって、角が曲がっちゃって固まっちゃう時もあるし、最悪の場合ぶつかっちゃって体液が漏れて星になるっていうパターンもあるから、そこだけ気をつけて定期的に見かけて、こう例えばこうちょっと上に来てたら軽く、あ、今完璧にできたんですけどちょっと体勢が頭とお尻が反対に、そう、例えばこんな感じになってたら軽くこうやってトントンしてスライドしてあげるとか、うんうん、してます僕は、チェックというか、そうね、定期的に、はい、とりあえずこれで1匹目終了、はい、でこう改めて見るとやっぱりちょっと見やすくするけど、ここ削るけど、こう見たらもうこんだけしかないから、どんぐらい、なんか12、3センチぐらいしかないから、ちっちゃければまだワンチャンいけるかもしれないけど、絶対当たるね、当たってたね、だからよかった交換して、まあ窮屈、うん、そう、だから120、128グラムだと155ぐらいになるって考えたら、多分ね、これまあちょっと上からのサイズ感になるけど、こうだと上だからここら辺か、150ぐらいしかない、だから15センチぐらい、うんうん、でサナギってその成虫のサイズより一回り大きくなるから、だから150ミリぐらいだったら多分180ミリとかのサナギになるのかな、まあ、ちょっと俺もなんとなくだけどこれは、はいはい、ってなったら絶対ぶつかるから、これは全容のうちに変えとくべきやつでした、はい、はい、これでこれは一旦また別の幼虫に使えるから、洗って別の幼虫に使うんだけど、これとだからもうこっちに移し替えたらもう全然飼育のスペースとしてコンパクト、めっちゃコンパクトになってくれる、うんうん、縦も横も、うんうん、高さもっていうので僕は移し替えてます、はい、はい、これで1匹目 OK、 さあこれであと残りだから9匹やっていきます。あとは多分俺結構サナギが多いと思うからちょっと心配だけどやっていきましょう、はい、さあ今のが 128g ね、うん、で次が、あ、でもやっぱここら辺結構でかい1個じゃない、次が、はい、こちら 131g、はい、で2021年の8月孵化だから、まあタイミング的には1年半ぐらいになるかな、羽化するタイミングはあとここから2ヶ月後ぐらいって考えたら、まあ、1年半ぐらいかな、うんうんうん、さああとはどこだ、これはどこだろうね、ここか、あ、ここだ、見える、ここにサナギのちょっとオレンジっぽい、うんうんうん、これがサナギになってる、はいはい、サナギになってるからあとは角が曲がってなければいいけどね、うん、さあ行きましょう、でひっくり返すんですけど基本上からこう削ってってもいいた方が安全かも、で僕の場合はこいつの場合は多分角がこっちだからある程度固まってるからまああれだけど、角がぶつかっちゃうと細い分やっぱ体液漏れるというか傷ついちゃう可能性が高いから、お尻側、お尻側を下にしてこうやるイメージ、
ぶつからないように、はい、おここにいます。でかそう、でかそうだけどね。あと曲がってなければいいけどね。でこっち側にも来てないから、うまいこと作ってくれてれば多分大丈夫。さあ行きます。はい、おお、めちゃくちゃ綺麗。おー、でかい、でかいね。だいぶ綺麗になってくれてた。すごくない？立派、だいぶ立派です。俺の父親ぐらいかな、大きさ。おい、どうやって散歩してたんだよ。いや、そこ子供のとこ。いや、わかんない。散歩してた記憶はあんまないんだけどさ、俺。すげえ、もうなんかミイラだ、ミイラ。そうそう、もうじっと、こっから、まあ1ヶ月から、1ヶ月半から2ヶ月ぐらい、じっとしてるって感じ。一瞬ね、わかんない人から見たら、うん、このまま亡くなってしまったんじゃないかって。あ、まあそうね。思うぐらい、動かない。うん、でも、さなぎになって、全然健康そうに見えたけど、突然こう黒色になって、あっていうこともある。本当にミイラ化するって言われるんだけど、うん、っていうこともあるから。いや、素晴らしい。いや、だいぶ綺麗だね。ちょっとじゃあ、結構綺麗だと思う。あ、いいね。でかい。こんな太いね。角も立派だし。こんな、うん、見れないからな。いや、そうそうそう。これ160ぐらいなってくれるんじゃないかな。お、でかいね。こんな両手から溢れるぐらい。うん、これ。いや、よかった。まっすぐ伸びてくれてました。うん。はい、で、こんな感じで。はい。これで。これで2匹目完了。いや、順調だね。はい、ひとまず。さあ、これが131。次も131。うん、同じサイズは。さあ、これもどうでしょうか。あ、これもサナギになってる。同じ場所らへんだね。だから位置的には別に悪くはないかな。だからまあ、まっすぐ伸びてくれてれば、伸びてくれてるんじゃないかなとは思うんだけど。はいはいはい。あとはどうか。さあ、いきます。はい、ここだね。あ、いいじゃん。洋室もここまで洋室だから、多分まっすぐ行けてんじゃないかな。さあ、いきます。どうでしょうか。はい、おお、でけえ。めっちゃでかいね。さっきのよりでかくない？牛いた？俺のばあちゃん家の音したんだけど。ばあちゃん家牛いた？いや、いたいた、近くに。俺飼ってたわけじゃないけど。うわ、でも綺麗。綺麗だね。いや、だいぶでかいよ。130あるか、160にはなってくれるんじゃないかな。いや、だいぶ立派。しかも綺麗に伸びてくれて。おー、確かにこの時のサイズ感も測ってみる。せっかくな、ざっくりだけど、まあだいたい100、175。そう、こっから縮むって感じだから。確かに俺初めて測ったけど、サイズ、サナギのサイズ。15センチ定規よりでかいってこと今。あ、そう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 。でか。15センチ定規よりでかくて、20センチ定規よりちっちゃい。曲がるよ。あと、20センチ定規なんてあったっけ。いや、30センチは聞いたことあるけど。厳しい。そうか、定規初めて作った人だもんね。俺、もっと売れてる。定規作った人。いや、でもでかいね。十分。160行ってくれるんじゃないかな。角もだいぶ立派で。はいはい。やっぱこの155mm の親が 155mm のやつ、はい、はみんなやっぱ角長いね。角にめっちゃ綺麗に行ってくれてる。実際だって 130g 台で
170mm が出てくれたから、やっぱ 150mm 近くじゃないと170ってなかなか出ないんだけど、基本、うん、うちで言うと、はい、そこで言うとサイズの還元率高いね、この子の子供たちは。であとは無事に、あとは慎重に、はい、こんな感じで、うん、でかいね。3匹目終了、はい、後で見比べようか、うん、さあ、そして、次、次がここら辺だ。次、132g、 1g が重いって感じ、うん、あ、こいつも155の親だね、さっきの子と兄弟、うん、さあ、これはどうでしょう。あ、これはここだ、ここにある。ちょっと見づらいけど、ここに若干見えてるって感じで、側面からは見えてないからいけてんじゃないかなとは思うけども、さあ、どうでしょうか。いきます。はい、ここね、ここ、こうだと思う、多分。どうだ、大丈夫か。反対側に見えてるね。もう巨大そう、もう巨大そうだけど、ちょっと割ってみようか。お、綺麗じゃん。お、綺麗です。素晴らしい。ちょっと角短いかな、さっきの子より。体が長い、体が長いね。いや、いい、いい、まっすぐでした、うん、どう、グステ、サナギ、あんま見る機会ないか。そうっすね、若干色味が、うん、なんだろう、明るさがないのか。ああ、そう、やっぱサナギはね、最初ね、白くて、うん、そっから固まってきて、オレンジ色になって、うん、どんどん黒っぽくなっていく感じ、ゆっくり、ちょっと進んでんの。そうそうそう、ちゃんと進んでくれてる。だからサナギになりたてとかすごい綺麗、めっちゃ白くて、で、神経なのかわかんないけど、なんかほんと血管みたいな管が透き通って見えるから、そう、神秘的、より神秘的に感じる。はいはい、ふわふわ、危ない、ふわふわふわ、うわぁ、よし、威嚇しました、コバエを。ルパン三世いた。いやいや、なめんな、ルパン三世。言ったろか、藤子ちゃんね。あ、わーわーみたいな。はい、こんな感じ。はい、いや、いいね、順調、綺麗です。うんうんうん、ちゃんとサナギの空間作ってくれてるね、みんな。一匹目はやっぱ危なかったけど、あのままサナギなってたら、うん、2匹目以降は自ら綺麗にサナギ作ってくれてる空間を、サナギの部屋を、まあ、いろいろ喋ってたんですけど、みんな気づいたかもしれないですけど、いろいろ喋りました。そこから、さあ、そして、次もね、多分一緒かな、132、はい、これね、132g、うん、これも155だ、うん、さあ、あ、これはどうだ、あ、ここか、いきます、ここだね。おーおー、これはちょっとな、だいぶ斜めってるけども、あ、でも大丈夫そうか、作り的には大丈夫そう。さあ、いきます。おお、綺麗、素晴らしい、 お見事だね。こいつ太いね、角。そんな感じするな。おう、だいぶこの胸の方の角、後ろの奥の方の長い方の角だ。1匹目の全容、うん、からこれになるってことですよね。そう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 、色も形もだいぶ考えらんないよね。うん、だから頭の方が、幼虫の頭の方が割れて、それも動画 あるから見てほしいんだけど、はいはい、頭の方から割れて、で、そっからこう角が、こうやってゼンマイみたいに巻かれてて、うん、
それが体液を下から送り込むことによってこう伸びていくみたいな感じ、伸びて膨らんでみたいな感じがすごいよ。おー、こいつ太いね。ここが立派、はいはい、こんなだいぶ立派な曲線も全体的に太い。また楽しみな子がどんどんサナギになっていくね。逆だった。鉛筆より太いっすよね。いやもう鉛筆より太い。マッキーくらいか。ああそうね、マッキー、まあまあまあそうか、牧原さんよりは太くないかな。いやそのマッキーって言ってないわ。え、マジックペンの。あ、マジックペンの方か。うん、びっくりした。おい、そんな具志堅がとんでもないボケかましたかもしんないけど、一か八かで優しめに言ったんだけど。あ、マッキーペンの方。あ、でも確かにマッキーペンの前半ぐらいの太さ、でも太いやつは後半ぐらいの太さになってたりするやつもいるから、すごい、ね、そういう子も出てきてくれたら嬉しいけど、はい、まあ、今んとこ無事で何よりです、うん、で折り返し残り5、うん、っていうところで、次が、お、これか、はい、134g、はい、徐々に大きくなってきてます、うん、さあこれは、これは160だ、 163mm の子、うん、どうでしょう。さあ、ここだ。あれ、これ見え、あ、ここか。これ全容かも。ここから見えてるって感じ。まあ、全容でやれるに越したことはないから、うん、動画的にはサナギがいっぱいの方がいいかもしれない。いいけど、うん、見栄え的にはここね、空洞が、うん、ほう、おお。あ、でも立派だよ、すごいね。あ、だいぶ綺麗に作ってたね、サナギの部屋も。すごいね。おお、これでかい。あの長い角が、うん、ここに、ここに隠れてる。そう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 、もう動かない子もいるからね、全然。こういうとこちょっと心配になる人もいるかもしれないけど、そういう時期。草履みたいな洋室。ああそうね、丸くちょっとなんかラグビーボールみたいな、極端に言ったらちょっと空気抜けてきたラグビーボールみたいな感じ。これを体で、そうそうそう、もう寝転がるというか、そうそうそう、もう背中とか、そう、背中を使って自分のだから体液とか糞とかを使って、ちょっと泥状にして、それを塗ったくるみたいな。そういうことですよね。そうそうそう、体全体で、で乾いたら固まるみたいな。うん、いやいやいや、いやすごいよね。うん、誰からも教えをもらわず、はいはいはい、そういうことか。はい、こんな感じで、はい、これもう全容で。でもこいつも大丈夫そうだったかもね、その、うん、このままでも、うんうん、このままサナギになってもすごい綺麗なサナギの部屋だった。硬いし立派、崩れない、なかなか崩れない。まあ人間の力あれば崩せるんですけど、いらない一言かもね。まあ崩さなきゃ作業もできないからさあちょっと鼻水もかましてもらいます。あ、どうぞ、はい、結構なお手前でした。なんだその感想。お茶じゃないんだからよ。すいません、お邪魔しました。はい、ということで、お邪魔しました、はい、爆笑かっさらってるところ申し訳ないんですけども、おい、はい、取って取って取り放題だよ。今ので取れるのならよ。こっから四天王です。はい、ベスト4、四天王ですよ。いさっきのが134、そして四天王ナンバー4135、お大台140まであとわずかですが、うん、これはまた別な、ね、157からの方。155、157、
163で、みんな同じぐらいかな、時期的には2021年の夏頃って感じ、みんな、うんうん、だから2021年の夏頃に、夏前ぐらいに採卵した子って感じかな。そうだから、おそらく動画とかにも出てたりするような子たち、ちっちゃい卵たちが、うんうん、さあ、こいつはどうでしょう。こいつもここら辺か、うん、そうね、ここに、ここだね、多分ここだから、さっきの163と同じような感じ。ここだけちょっと土質が変わってるの分かる。はいはい、これがまあちょっと洋室っぽいんじゃないかって感じ。さあ、はい、そうだからやっぱ水分がここだけちょっと出てる感じとかね。だからこいつは結構下のこっち側を土をたくさん取ってた感じだね、上ってよりは。ああ、なるほど、うん、だ下のやつを取ってこれが陥没して上がへこむみたいな感じだったりするんだろうけど、あ、これもサナギなってるか。あ、これすごい、幼虫の皮綺麗に剥がれてます。何これ、ちょっと OK、 幼虫の皮です、これは。はい、一応サムネ用に動いてる。これも綺麗なんじゃないかな。ちょっとじゃあ行きましょう。お、ちょっと新しいわ。オレンジが明るいの分かる、うんうんうん、これちょっと慎重にぶつけちゃうと多分、あ、これ大丈夫か。さあ行きます。わー、来ました、これね。はい、角がサナギの空間が狭くてこう曲がっちゃうっていう、こういう風になったりする子も出てくるね、はいはい、うん、まあここ壁がぶつかってた分っていうのもあるかもしれないけど、本当はだからこんぐらい欲しかったところなんだろうね。なるほど、うん、っていう子も出てくる。うん、ただまあ人工室に移し替えておけばよかったって思う瞬間もあるかもしれないけど、はいはい、だからまああとはもう自己判断かな、人工室に移し替えるべきなのかどうかは。心配だったら移し替えた方がいいし、でも人工室に移し替えたら大丈夫ってわけでもない。その分やっぱ幼虫に触れたりサナギに触れるリスクが出てくるから、だからもうそこは好みかもね、人の、うんうんうん、できるだけ幼虫に触れないとか、結局ちゃんと羽化までいける子の方が多いかもしんないけど、わかんないけど、うん、そこはまあちょっと自己判断で、僕はでも心配だったらやった方がいいかなとは思ってる派、うん、やっぱどうしてももう自然界じゃありえない体重の感じだろうから、幼虫のグラム数とかも、はいはい、そうなってくるともう飼育下は人間の力があってこその可能性もあったりするから、うんうん、僕は人工養殖のメリットは大きいかなと個人的には思ってるんだけど、やっぱちょっとやるせなくなっちゃうもんね、うん、これまあだこの子の場合は体液とか漏れてないけど、これがぶつかったことによってここがパキッと傷ついちゃって体液漏れてダメになっちゃうっていうこともあるから、だからもうこいつは大丈夫そうで、よかった、とりあえず。はい、こんな感じでだいぶ立派だけどね、サナギの感じは。そしてベスト3です。はい、こっから、お、こいつか。はい、こちら136g、うん、着実に 1g ずつ上がってきてる感じ。はいはい、136とかになってくると多分具志堅の手のひらはもう隠れるぐらいの幼虫の感じ。さあ、これはここがちょっとだけぶつかってるって感じかな、ここら辺。さあどうでしょう、ここだね、まあ、こうだから大丈夫なんじゃないかなと思うけど、さあどうでしょう。いきます。お、どうだ。お、あ、ちょっとだけ、うん、先端の方ですかね、若干ぶつかってるか、はい、ぶつかってるね、ちょっと曲がっちゃった、うん、で、こう足の位置もずれてるね。あ、これちょっと跡みたいになってるでしょ、はいはい、足の位置とかずれてても羽化不全になる確率は上がるイメージ、印象、
ちょっと心配だねこの子は、はいはい、そう、まあこういう子も出てくるか。でもやっぱ大きくなればなるほどこういう子出てくるイメージはあるかな。そうか、足の位置がずれるっていうのも、うん、洋室の広さとかが関係したりするんですか。足の位置、いや、これはね、どうなんだろうね、うん、この生態自体の、うん、そう、個体によったりもする。うん、前半がね、順調だっただけにね、うん、連続してるけど、うん、まあでも、こんぐらいの曲がり方だったら逆に、なんかかっこよく見えるパターンもあるけどね。うん、サイズ的にはもうちょいこうスーッと伸びてくれた方が、ここら辺に角が先端があった方がよりかっこよくて大きい子にはなるかな。溶質が硬い分柔らかい状態でぶつかると、あーそう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 、もう、うん、かといって周りが柔らかいとそのまままだ体液を送ってる途中なのに土で埋もれて潰れちゃうとかっていうこともあるから、もうしょうがないけどね。まあでも立派だね。はい、はい、角曲がってても140ぐらいになってくれるんじゃないかな。140中盤ぐらいには。ちょっとね、ベスト4四天王4位と3位がちょっと角曲がりな子になっちゃったけど、うんうんうん、あと2匹がどうかね、ちょっと心配だけどね。はい、行きましょうか。さあここで2トップ、ドラケンです。東京リベンジャーズね。東京リベンジャーズ、ドラケン。そうだ、でかいよドラケンは。ドラケンだいぶでかいでしょ。うん、いやでもドラケンって呼ぶだけのことわかると思う。なるほど。次ナンバー2、145。おー一気に。本当にドラケンだ。そう、本当にドラケン。ドラケンの体重と一緒です。145グラム。いやもっと重いだろあれ。どうやってバイク乗ってんだよ。バイク乗ってないかもね、だから実は。いやこれだいぶでかいね。あと1回マット交換できたらなと思ってるとこで、洋室作ったって感じ。だけどもこいつはどこだ。いやーうまくいっててほしい。これはこれどこだ、ちょっと待ってよ、うん、あこれ全容かも。チェック、全容っぽいかも。こっちでやるか。でもちゃんと陥没してさなぎの空間を作ってるね。うんうん、ちょっと削っていこうか。よいしょ、こっちかな。慎重に、結構上目に作ってるかもしれない、もしかしたら。でもしかしたら全容になりきれてない可能性もあるから、ちょっと慎重にいきます。こう上っ面をスコップで削いでいくイメージで、多分ここら辺だと思うから、はい、で、ある程度削れたら一旦こうやって、さなぎの部屋は硬いからこうやって上をなぞっただけじゃ削れないんだけど、それ以外の場所は言っても土だからどんどん削れていく。だからどんどんこう浮き出てきてる。ここがさなぎの部屋。全容だったら個人的にはいいタイミングになったかなって感じ。まあこのね、2匹連続で角曲がってるから、うんうん、余計。いやでも 140g 台の角が綺麗に伸びたさなぎを具志堅に見てほしいっていう気持ちもある。まあ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 ね、そればっかりよ、うん、具志堅だったり視聴者の方に、うん、ってのはあるけど、でも多分全容じゃないかな。さあ、いきます。ここ上っ面を若干削ります。はい、おサナギだ。うわー、もう見えた。ぶつかってます。超ぶつかってるね。もうハートじゃん。あ、ほんとだ。いやー難しいっすね。ね、真ん中に作ってるからといって絶対綺麗っていうわけじゃない。あー、なるほど。っていうところもね、こういうのが起きるともう全容、あの溶質、人工溶質に移し替えときゃよかったって思っちゃったりもするよね。あ、もう完全に曲がりきってたね。狭かったね、さなぎの部屋が。なるほど、あ、本当だ。こんぐらい、だいぶ狭かった。確かにな、難しいとこだけどね。
シンプルにだから、うん、作ってる時に、うん、この体に合ってなかった作り方が広さ、そうそうそう、だからまあ なんとも言えないけど、なんて言うんだろうな、感覚で言うともうポテンシャル以上のサイズだった説ね。まあ、結局幼虫は自分のサイズ感で基本作るはずだから、その中でちっちゃい部屋にしちゃうってことはその子自体のポテンシャルはそんぐらいのサイズだったのかなみたいな風に腑に落としてることはある、僕的には。確かにな、その 130g のこの洋室の方が今の洋室よりやっぱりそうでかかったよね、うん、でかいから、そうだから、まあそういう子のために人工洋室に入れるっていうのもありだとは思うけど、これどうなんだろうね、角も細いけど、これはなんか体液が上に行ききらなくて細いままになっちゃったのか分かんないけどね。でもすごいね、領域展開みたいじゃん。よく知ってますね、五条。そう、五条悟。あれ曲げてるからな、伸ばしてくれた方が、ね、そう、なんか人工物質かもしんない。あ、入れた方が人工物質入れてあげれば五条悟の領域展開もこうやってなってくれるかも、まあ、あれはあれでかっこよさあるから伸ばしきった方がいいってことは、あれナルトの多重影分身、いや、ナルトかボルト一緒です。ナルトの多重影分身ってことは、うん、ナルトと見せかけてボルト、あ、まあ、ある忙しいからね、忙しいから、そうそうそう、ナルトいろんな作業を影分身にやらせるから、多重影分身すごいんだけど、詳しい、うん、ちゃんとね、ボルト の, あの試験の時はちゃんと生身で来てね。そしたらまさかのね、ちょっと不正しちゃうっていう、あ、ちょっとショッキングなことにもなったけども、科学人間、ね、うん、そう、あれだけ見てるから俺、具志堅か八幡さんが見てた映画で、いいとこだ、懐かしいな、あれももう俺がまだハンターハンター知らない頃じゃない、まだ見てないもんね多分、いよいよラストです、はい、ちょっと角曲がりが続いちゃってるけども、うん、ラスト綺麗に伸びててほしいね。そうですね、心配なところではありますが、やっぱ大きい子になればなるほどやっぱ角曲がりになっちゃってる印象はあるから、ここも心配だけど、うん、土から出てくる巨大なサナギのワクワク感っていうのは人工養殖じゃまあ味わえない部分だから、うん、まあ、人間側のエゴだけど、うんうんうん、さっきのが145で、こいつが、149です。うわ、150ギリいかず最終が、うん、っていう一番大きい子で、163mm の子だね、さっきの。だからさっきの子みたいなサナギの部屋だったら、うん、なんとかいけてんのかなと思うんだけど、ここなんだよ、ちょっとね普通と違う場所で心配なんだけど、ひっくり返していきましょう。あ、待って、あ、見えてる見えてる、なんか良さそうじゃない、ここ分かんない、見えない、なんか赤いなんか大丈夫そうかもしれない、オレンジより赤く見える、ちょっといきます、はい、もう見えると思う、多分いきます、はい、お、綺麗、めっちゃ綺麗、お、太いね、お、いいですね、よかったよかった、はい、おお立派、太いな、角が太い、それこそね、マッキーの、うん、確かにここね、俺の指ぐらいの感じだから、いや、よかったよかった、最後めっちゃ立派でした、はい、角も太いし、でかい、うん、よかった、場所ちょっと心配だったけどね、はい、意外とこう斜め、だいぶ斜めに作ってくれてたから、その分長かったね、うんうん、奥行きも含めたらこれです、あ、でかい、こうやって作ってた斜めに、だから結果的に長かったね、うん、いや、でかいな、ちょっと猫要素出ちゃった、うん、ごめん、ピトーみたいになっちゃった、ああ、ネフェルピトー、尻尾生えてるから、そう、あいつ、そう、ゴビがニャーな、あれ人気なんだよ、強いし、ああ、そう、敵なの、そうそうそう、敵だけどね、みんなね、あの、ピトーとかはそんなないけど、バックボーンとかちゃんとあるの、あ、人間と言ったらアリみたいなやつの愛の子だから、あれって、へ、そう、だから人間の時の記憶がその
うっすらとあるんだよ。なるほどなるほど。で死ぬ前にその記憶を蘇ったりとかするんだけど、それもやっぱまたいい。あなんかなんか憎めないというかね。なるほど。そいつは言ったら女王あり、まあ王のためにみんな誠心誠意尽くして頑張ってるみたいな感じなんだけど。いや、よかったよかった、だいぶでかかったです。いや、太くてでかい、ごつい感じの子でした。うんうん、どうだろうね、160、170あんのかな。170なってくれたらいいけど、170はないんじゃないかな、ちょっと測ってみる。はい、だここで180ミリあれば190ぐらいあれば170いってくれるんじゃないかな。ああ、だいたい177。だから160中盤ぐらいじゃないかな、おそらく。別にサナギのサイズ感がどうかわかんないんだけど、うん、いやでもよかったです、最後めっちゃ綺麗にサナギになってくれました。よかった、最後4-3-2とちょっと角曲がっちゃってたから心配だったけど、いやお見事、だいぶ立派なサナギですね。かっこいい、うん、かっこいい。いやいいね、よかったよかった。はい、ということで終了です。はい、はい、で結果的にやっぱちょっと大きい子になればなるほど角が曲がっちゃってたから、まあ、今回の結果だけで言うと、うんうんうん、そこで言うと、まあ、意外と側面にぶつかってない子もサナギの部屋がちっちゃくてぶつかってたりとかしてたから、まあ、そこをなんか参考に、まあ、なんか感じてもらえれば嬉しいですね、うんうん、はい、でちょっとせっかくだからこの10匹ちょっとここに並べていきましょうか。はい、はい、なんでここ1回、きれいにします、うん、だからサナギ全部並べます。いきます、せーの、はい、はい、皆さんのおかげで中指と親指の力を借りたおかげでこうすることができました。はいはい、これね、うん、こっちから、だから体重順で言うとこっちから10番目、198765432-1って感じじゃない。うんうん、こう見るともう圧巻だね。いやーすごいっすね、うん、こうやっぱこう見たら角の太さとかやっぱここちょっとね角が曲がっちゃってたのは残念だけど、うんうん、でも角の太さもやっぱ変わるね、ここ角の長さも太さも、ね、最初見てた子でも太いって感じてましたけど、うんうん、ここら辺の後半の子たちはもっと太いっす、うん、そうね、こいつも十分でかいと思ったけどこう並べたらやっぱ全然違うね、でかさが。もうちょいこっちだけどこう見たらね、はいはい、魔女の爪みたいだなもう確かに、うん、だいぶ綺麗になってくれたかな、はい、うん、やっぱこいつが抜きん出て大きいかなサイズ感は、まあ、こいつも太くてちょっと立派だからね楽しみだけど、うん、あとはみんな無事にこの中で、まあ、羽化してきてくれれば嬉しいですね、うん、うん、まあこうなってこっから羽化不全の子とかも出てくるのはもう仕方ないことなんだけど、それでもまあ少ないのを祈りつつ、あとはこの子たちは無事にまたサナギになれるように祈りつつ、うん、また多分まあ2ヶ月後とかだから今だから3月とかぐらいにこの子たちは3月4月ぐらいに羽化したのを確認できるんじゃないかな、って感じですね、はい、ということでどうでした握手券。そうですね、うん、この羽化まで行く途中の段階を、うん、この状態で見られるのは本当になかなかないところを見させてもらったなっていう感じですし、うん、でやっぱりそうですね、その後半のグラムが大きくいくて順調だけど、うん、ちょっと、角が曲がってしまうっていうのはやっぱ、うん、聞いたことあるし、うん、ウカ掘り出しの時にこううまくウカできてなかったっていう、うん、なんていうんですかね、今の段階ですらまだこう安全圏ではないっていうあたりが、ちょっとまあなんていうんですかね、まあもう基本的にはもう見守ることぐらいしか、ああそう、もう、うん、祈るしかないから、ね、そうですね、だからそこを本当願うだけですし、うん、まあここまで来るのにもすごいですね、やっぱあの洋室は何回も見てますけど、うん、自分が生まれるためにもうご飯食べて体を大きくしてっていうのをずっと繰り返して、であの羽化するための部屋を作って、そうそうそう、あそこで待つっていう、うん、この段階ですらしんどいのに、またこっから
あとはもうこの子たちも運に任せるみたいな、すごいよね、なんとも、もう綺麗に浮かしてほしいっていう、その願いだけですね。そうだよ、あんだけ頑張って蓄えてきたのに最後運だからね、浮かするかどうか。そうですよね、皮を脱ぐっていう感じですか。そうそう、皮を脱いでうまいこと脱ぐことができるかどうかみたいな。そう、なんかそこら辺とかね、一応羽が羽化不全とかも多少の羽が出ちゃったとか、なんかそういうのとかはこう修正できたりするらしいんだけど、その羽化したてのところに立ち会えれれば、とかさなぎになったとき、さなぎになる瞬間とかも、こういうちょっとした足のずれとか、この子か、こういう足のずれとかを優しくこう戻してあげるとか、そういうのをやってる人もいるらしいんだけど、俺そこをちょっと勇気ないからまだ、そうね、そういうのもあるけども、まあ、基本的にはもう運、運だったり祈るしかないっていう、すごい時間、なんかここから、こっからあとは、はい、うん、まあ、あとはこの2匹はしっかりさなぎになってくれれば嬉しいね、はい、うん、基本人工養殖の形で角の感じも変わるから、ここもうちょっとこう丸みを帯びさせてあげたら、こういうちょっとウェーブ効いた感じの角になったりするし、人工養殖によってちょっと形は変わってくるかな、もし人工養殖で羽化してくる子は、って感じかな。まあでも最後角曲がりが、まあ角、基本この2匹とかは角だけだから、うん、まあ無事に羽化してくる率の方が高いかなとは思うんだけど、ただそういうちょっと心配な要素が立て続いて起きてた中で、最後綺麗にまっすぐ行ってくれて、いや良かったです。はい、なんでまあこの子たち以外も今さなぎの子っていうのはまあたくさんいるんで、今後また羽化してきた子は動画に基本的にすると思うんで、ぜひ楽しみにしててください。はい、はい、そんな感じで今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。